今日もあなたと百姓天国、本日は2021年4月の1日。さあ、種まきしましょうということで、モロヘイヤですね。モロヘイヤの種まきということで、モロヘイヤ、水に冠水してね、3日ぐらい水につけて、このね、これなんていうんだっけ、不織布っていうんだっけ、不織布にこうやってね、ゴミの、三角コーナーね、キッチンの三角コーナーにあるやつね、もうこれですからね、大量にワゴンこう使うんですけど、で、モロヘイヤを3日間ぐらいね、これはもう乾水しっぱなしです。水に入れといて、これはね冷蔵庫とかに入れる必要は全くなくって、そのまま水につけとけば、この今のね3月のもう終わり、今日4月じゃないですか、なので全然もう 常温というかあれでほっかっとけば、種出てきます。はい、この状態ですね、わかりますかね、この状態ですね。これもあの芽が出てきてるますよね。ということで、これをもう今日は筋巻きですね。このトレイにね土入れて筋巻きでとりあえず発芽させて、でここからもう直接畑に植えるというやり方ですね。双葉4葉ぐらいねちょっと出てきたら、もうそのまんま畑に、マルチをね、分解マルチを引いてそこに直接植えていくというやり方ですね。毎年モロヘイヤはねそういうやり方して、まあそんなにね、モロヘイヤはなんていうんですか、とても丈夫なね、作物というか作りやすい葉物ですから、なんといってもエジプトではね、そういうのなんていうんですか、エジプトでやってたのは常備薬、あれがないね、まあいいや、ね、こういう感じで土をねバッカンバッカン入れて、ちょっと種まきは嫁にやってもらおうかと思いますんでね。さあ、なんかまあ三重県にこうやってね落ち着いたわけですけども、研修はね埼玉県でやりましたし、大体か神奈川で、4年ちょっとね、まあその前に静岡にも1年ちょっといたんですけど、大体主にね、で十何年やったのがね千葉県でしたんで、よいしょ、大体関東が多かったわけですよね。なんで今回ねこうやって去年愛知県に来て、そこでねやっぱり土質がねやっぱり関東とこの東海随分違うですね。で結論から言っちゃうと、土質、野菜を作るにあたってはやっぱり関東がいいです、結論から言っちゃうとね。はい、で関東はねやっぱりこう大体何でも大体どんな野菜でもある程度ね作れますよね。ただこっちはやっぱりねちょっと高畝にしなきゃいけなかったり、特に場所によってはね土はけが非常に悪い場所もありますよね。だからやっぱりそうなってくると田んぼになっちゃうんで、基本的にはね中心はこっちはやっぱり西日本というかね、このまあ私の経験だと愛知、岐阜、三重、静岡はちょっとね南北に広いんでわからないんですけど、やっぱり畑作中心ではないのかなっていう感じですね。まあ場所にもよりますけどもね、海沿いのね広いところも大規模産地ありますけれども、やっぱり土質含めやっぱりねこっちはでまた畑でもね石が多いですね。だからその辺もねトラクターかけてるだけでカン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 行ってね、あまりよろしくないっていう意味ではね、まあ本当に千葉成田ではね石ころ一つない非常に水はけのいい土地だったので、まあ今思えばね野菜作りにはもう全然ちょっとレベルが違うかなという感じしております。だからそういうこともあって不耕起栽培の自然農にやろうと思ってるってことなんですよね。その雨が降ったりしたらもう確実に下手したら2日3日トラクターが入らない、おそらくねそれだとね私のようにセット野菜をやって年がら年中ね
野菜を作らなきゃいけないっていうことになると作付けがね間に合わない可能性があるんですね。なのでそこをじゃあどうクリアするかっていうことになるとっていう、そういう意味も込めてね、連作、できるだけ連作をしていくことね、そして不耕起でやっていくことね、この2つを柱にしてクリアしていかなきゃなというふうに今思っているという、そういう次第でございます。まあね、オーガニック栽培って言ったらね、有機栽培は輪作が基本っていうことが常識だったんですけども、まあ、全部が全部ねそうする必要はない、連作できるものは連作していこうということですね。まあモルヘイはこうやってね、ちょっと種が小さいですから、ちょっとこのふるいにかけてね、これでふるいで表面の土をちょっとこうやってね、こなれた状態にしておいてから筋巻きしますので、これでちょっとねこうやって少し筋をつけておいて、そこに、種をまいて、で覆土をいつものようにね鹿沼土でやると。別にまあある程度発芽していれば全然難しくないんですけど、まあどういうやり方かね、意外とねポットだってやりにくいんですよね。ということで我が農園はこういうやり方をずっともやっとるんですけど、これが正解かどうかよく分かりません。ということであとは嫁に種をまいてもらいましょうね。全然難しくないですね。まあモルヘイはこれね発芽して、あと植えていくだけなので、はい。ちょっと今聞きたいことが2つあるのでいいですか。はい、どうぞ。まずモロヘイヤの芽が出た段階がいまいちわからないんですけど、だってこの色が何もなければもう緑ばっかりなのよ。で芽が出るっていうのはこのなんか茶色くなるってことで、灰色になって、そうそうそういうことです。これが芽が出たっていうことです。芽が出る初期の状態ってことです。そう、なんか例えば出てないやつまだあるでしょ。これそう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 、もう割れてきてるってこと。これでももう出とるんだ。そう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 、モルヘアの種ってすごく硬いわけだよね。夏野菜の種ってだいたい硬いから、中にはその中にお見せした方がいいかなとか思って、はい、私もよくほらもうこんだけはっきりこうやって出てるやつもあれば、これが発芽した状態ね。もう3日でここまでいきます。これはじゃあまだ出てない。そうそうそう、だからまあもう一律にね、もうどんどん巻いていけばいいっていうことです。そうか、じゃあ色が変わったらそうそう色が変わったら、これ全部もう真緑だから何もなければね。そう、買ってきた種はそういうことです。はい、じゃあこれをもう筋巻き、はい、その筋巻きなんですけど、はい、筋巻きです、はい、なんでその筋巻きするとか。量が欲しいからです。モルヘイヤはね結構量をたくさん植え付けるのね、わ、うん、かります、うん、例えば何メートルでしょう、20メートルぐらい、20メートル30メートルを株間30センチで1列作るでしょ、うん、そしたら結構な株数が必要なのね、なので、これで筋巻きして、量が必要なので筋巻きになるんです。量が必要なものを筋巻きでやる。そう、だから例えばポットに1個やったら、ね、ポットに1個だったらこれ1株じゃん、うん、ね、それだったら例えば30メートルで千鳥で株間30センチとかだったら200株必要になってくるわけでしょ、でまあ大体1つの穴に1株とは限らないから直巻きしていくでしょ、大体2、3株やるでしょ、そうすると1000株とかになるわけよ。で多分これ1000株以上ある、1000粒以上あると思うけど、まあまあだから余分にまいておけばいいわけですよ。でほら、あとさトマトと、ピーマン、はい、あと唐辛子系、はい、ししとうか、もう同じように筋巻きね、それも量が欲しいから、まあそれはどちらかというと量というよりも、まあ、また別の問題だね。人によってトレイとかでやる人もいる。だから種まきとかこういう筋巻きでも、はい、別にこれに10粒まいたっていいんだね、別に。これ1個に10粒まく。とりあえずこれはもうこのまま発芽させて、でこのまま畑に持って行ってちぎって植える、これは簡単でしょってこと。いちいちこれからまたポット取りはしません、はい、じゃあこっちで10粒やったら分けるのが大変ってことか、っていうか土がもったいない、こんなにいらないじゃん、この土の量で済むわけでしょ。そう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 、とにかくできるだけ効率よくね、そのいろいろこれは刃物だから所詮ね、なのでなかなかやっぱ筋巻きのあれが意味わかんない、そうね、でまあこれはこうやって
やったら、これでもうあとはもう適当にこうやってパラ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 こうやってやっていけばいいですね。こうやって、うん、別にあの、はい、じゃあやるわ、はい、という感じでこうやってダーンと浮いてて、なんとか全体バランスよくね、途中で終わらないように、はい、人差し指と親指をうまく使ってねやってみてください。はいはいはい、難しい、難しい、こういうのにも筋巻き、こういうのも慣れてくださいね、はいはい、筋巻きの別に神経質になる必要ないです。こうやって結構密植みたいにしちゃっていいです。あ、出ちゃった。まあ発芽さえしてくれればね、別にモロヘイヤは難しくはなんともないです。まあ夏のね、葉物モロヘイヤはまあもう一番いいのでね、発芽しやすいのモロヘイヤ、もうちょっとあの花それぞれ花そうそうそうだからピピ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 3回ぐらいで巻いていくのが早いいいわけです。うーん、今日は暑いや。なので、ね、先ほどの話の続きですけどもね、もし縁もゆかりもなくて日本全国どこでも新規就農したいで野菜を作りたいということであれば、やっぱりね第一はやっぱり関東を選んでほしいのかなというふうに、まあ私個人的にはね、どこに行ってもいいというんだったら関東行くことをお勧めいたします。でやっぱりね千葉、茨城、まあ埼玉、栃木、群馬ね、寒い方でしたら寒いなりのやり方もありますしね、群馬の方だったらかなり寒いですし、千葉、私がいたね千葉でも南の方に行けばあったかいですけど、まああんまり農地がなかったりとか、まあその辺のね、とにかく新規就農の場合はね、農地選びっていうのは本当に大事なので、まあそれぞれ土地に合ったやり方ができればねいいんでしょうけども、でもね例えばもうあのハウス栽培でねいちごを作ったりとか、いろんなものを作るっていうなれば別に日本全国どこでもねできるとは思うんですけども、そういう意味では第一択としては野菜を作るんでしたらね、野菜を作るんでしたら関東がいいのかなというふうに20年数年やってきた私の感想ですね。こちらはねやっぱりそのもう西日本は どちらかというとその果樹とかね、何かがそのあったかいっていうところを利用してね、果樹とかを組み合わせていくっていうのもそれはそれでいいですよね。あっちや。ということで嫁がやってるのをぼーっと撮影してるだけっていうね。なんかまたいつかちょっとその筋巻きについてさ、そうやって、ここで半分だからあれよ、こうできれば全部巻いてほしいんだけど、まあ、ちょっと多かったかな。ねえねえ、筋巻きのやつをさ具体的にやってほしい、うん、あ具体的ね、筋巻きで巻くやつってことね、モロヘイヤと、我が農園はモロヘイヤとナス、トマト、ピーマン、この辺は最初筋巻きで発芽させるかね、我が農園は。みんなトレイでやる人多いけど、私はねなぜかねこのトレイより、まあこういうの筋巻きのパターンだね、これがなんかねなんとなく合わないというかね、うん、これでやるようにしてますね。なんで普通のキャベツとかレタスはこういうのじゃいかんの、うん、いやだってこれこのまま植えないで土の量がだってそうそうそういうことじゃん。モロヘイヤはだから逆に言うとそんなに土の、うん、丈夫だってことですよね。あのもう野草っていうかね、もともとはなんかエジプト原産のそのなんていうの、野菜ではない、なんか薬草に近いものなんだよね、うん、最終的にあの木になるじゃないですか、モロヘイヤはね、うん、この間前あの2日前に巻いたスティッコリーっていうね茎ブロックみたいなやつがこう大体こうやってね出てきてますね、揃ってますね。まあ今年はねまたあの農園1年目ですから、量もね本当に少なくして、やっていく感じになりますね。まあ我が農園はね本当にこうこれからどういう方面に向かっていくかっていうのはね大きな課題でございまして、もちろんね野菜作りは粛々とやっていくわけですけど、ごめん別にいいよ、上に乗っちゃった、あいくつか上に乗っちゃう、これの方がねいつものやつより難しいんですよ。
オッケー、さあそしたらとりあえずそこであと覆土してみましょう。はい、はいはい、ね、覆土、はい、鹿沼土ちょっとやってみて。どんぐらいだろう、はい、ストップって言ってね、はい、薄く巻いていい。はいはい、それでどんどんいって、そう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 、もう、はい、そんな感じね。上手？まあまあいいです。はい。よいしょ。はいはい。はいはい、そんな感じね。まあある程度発芽してると思いますんで、そんなに神経質、まあでもね、意外とまた失敗する時もあるからね、それがよくわかんないんだけど、そう、モルヘイヤに意外とね、難しいの？難しくはないんだけど、なんだろうね。発芽せん時があるの？発芽せん、発芽、うん、なんかね。どういうとこにし、どういうとこで失敗するの？わからんね。よくわからない。芽が出てこんのでしょ。時もある。出にくい時もあるし。なんだかその辺ももう一つわからんけど。まあ正直ね、そんなに気を使わなきゃいけない作物ではないかなっていうところがあるので、まあまあ、これでやって出なきゃ、まあまたすぐ巻けばいいんですけどもね。モルヘアの種自体はそんなに高くもないし、あれなので、ナスとかトマトがね、失敗すると時期的にもとても損失は大きいわけですけれども、まあでも昨今は本当に種が高いね。ホームセンター行ったらもう私が20年前やったの何倍ですかね。本当にね、皆さんもうあのあれですよ、あのどんどん一袋の種のね、昔は2ミリとか普通に入ったんですけど、今はどうですか、 0.5 ミリとかね、1.5、2ミリ入ってるってなかなかないですか。はい、はい、でこんな感じでね、覆土するということでございます。いいよ、じゃ あともう全部撒いちゃって、はい、じゃあ撮影は一旦ここまでということで、でこんな感じであとはまあ水につけて、終わりということですね。はい、はい、まあ何日かすればこれまた出てくると思いますということで、今日はこのモルヘイヤのね、種まき、発芽させてから撒くというのをね、できればこうやってね、水に3日間ぐらいつけて常温でずっとね、乾水しておけば、水に浸しておけばこうやって出てきますんでね、この状態になってから巻くのをおすすめいたします。またあれだよね、脱水にかけてから、はい、で今日またこうやってね、朝脱水にかけて、脱水にかけないとこれひっついちゃってえらいことになるのでねこうやって手でこうやってピューって巻けるように乾いてないとダメですから、はい、ということで以上でございました。あれ、そういえばごめんなさい、はいはい、で脱水かけて畑に持ってきて、はい、でちょっとだけ火に当てとる、ね、そう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 、大体あの軽トラのあのダッシュボードの上に置いておけば火が当たるじゃない、それでね、何歩かすればそれで日光が当たれば大体乾きますんで、うん、それではこうやってね、サラサラになった状態でないと種はまけませんのでね、はい、ということで以上、モルヘアの種まきをしている百姓農園の動画でございました。それではまた上に乗っちゃうぞ。